ハロー YouTube!、えー、今日はですね、サッカー日本代表の、えー、伊藤淳也選手がですね、週刊新潮に、えー、不動異性交があったんじゃないかと、えー、いう性加害疑惑、えー、みたいなところで、その女性に告訴されていたと。女性2人ですかね。にホテルの部屋に連れ込まれて、えー、不動異性交されそうになった、したみたいな。 そんな報道がなされていて、えー、それに対してですね、えー、まあ日本サッカー協会 JFA やですね、フランスリーガンのですね、所属チーム、えー、こちらの方もですね、弁護士を立てて、えー、毅然とした対応をすると。そもそもその、えー、同意あったなし、以前の問題であるということで、まあ、事実無根というような方針で、どうやら弁護をすると。 え、いう、形になっており、しかもですね、その、離脱をね、代表から離脱をするみたいな当初はそんな感じだったのがですね、教会の方も、ヒアリング通して、当面離脱はさせないというような形になっているということで、かなり、あの、週刊新調側が、分が悪いというような挙馬表であります。週刊文春のですね、ダウンタウン松本さんの、 性加害疑惑だったりとかですね、えー、そういうものがどん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 ウゴのタケのコのように出てきていて、えー、ま、まるで事実のようにですね、えー、週刊誌に、まあ、まあ、持ったりとか、事実無根だったりとかいろいろあると思うんですけれども、少なくとも例えば松本さんの場合はですね、事件化するような告訴されるようなですね、警察に告訴されるような事案はまだ、 出てきてませんよね。実際のところ。えー、やろうとしたけれども、できなかった。みたいな話ばっかり、え、が出てきていてですね。えー、どうなんだろう、これは。と。言ったところに、今度は、週刊新潮が、えー、飛ばし記事っぽいものを出してきたと。えー、文芸春秋社そして新潮社まあ、新潮社の方が経営状態良くないですね。文芸春秋社もめちゃくちゃいいかっていうとそうでもない。けれども、まだまだ、いけるかなと。新潮社はかなり厳しいんじゃないかなと思います。 週刊新潮ももう虫の息だと思うんですが、最後、ダンマツーマの叫びのごとくですね、えー、また変な飛ばし記事を出してきたんじゃないかというふうな疑惑ですね。あの、私も何回もですね、嘘の記事書かれてます。えー、古くはですね、あの、NHK 党じゃない立花隆さんですね、ジャーナリストの立花隆さんが、え、ネット上の変な噂記事をですね、そのままこたつ記事でですね、日経 BP、 えの、日系ビジネスとかに連載しちゃってですね、こんなのお前、完全にネット上のデマを信じてんだろお前みたいな。まあこれもですね、和解してお金、えー、たくさんいただきましたけれども。あとですね、えー、一番やばかったのは、これあれ、講談社だったかな。あの、僕がですね、週刊現代かなんかだったと思うんですけど、もう覚えてない、15年ぐらい前の、15、6年前の話なんであれですけど、僕があの、エビスの、えー ウエスティンホテルのスイートルームで何月何日に闇カジノに興じていたと。闇バカラみたいなことをやってたと。僕は行ったことないんですけど、闇、闇カジノも、えー、闇スロも、あの、そういう、えー、違法ギャンブルを,を日本でやったことは僕はないので、あの、そういったところには出入りもちろんしてないんですけれども、何月何日もそのアリバイまで僕調べて、あの、誰々といたとかですね、 え、どこどこ行ってたとかですね、そういうのがあったんで、そのアリバイも全部出してですね、裁判をするということになったんですね。そしたらその、ウエスティンホテルで僕を見かけたという女性がですね、いるということで、どうやらその人の証言をもとに記事を書いたらしいんですけれども、まあ、当然その証人として、えー、民事裁判ですけれども、損害場、あの、名誉毀損のね、 民事裁判ですけれども、当日、その証言というか、はい、記事の元ネタになった女性が来ると、僕を見かけたというですね、女性が来るということで、えー、楽しみに待ってたんですけれども、まあ僕はもちろん行ってないですけど、えー、そしたら、当日、ドダキャンをしてですね、証人として来なかったと。 で、多分、嘘800だったので、怖くなったんじゃないですか。で、当然、出版社からもお金、情報提供料もらってると思うんで、まあ、それも詐欺みたいなもんじゃないですか。なので、本当に全く火のないところに煙立つんだなっていう。で、そのレベルの写真とか、僕のアリバイが、とか、いろいろ多分、 ね、あの、間接的な証拠ですか例えばそのウェスティンホテルに僕は泊まってたとかね、入っていくところの写真があるとかですね、そういった不適証拠もなしにですね、その女性の証言だけで記事にしちゃって、えー、僕がま、まるでその闇カジノに、まあ、狂じているようなですね、人間であるということをですね、えー、印象ショ、印象操作をしようとしたということで、本当にとんでもねえ奴らだなと。 いうことで、本当にここで既存、えー、毅然としたあ対応して、しかもちゃんとした額の損害賠償を勝ち取ってください、本当に、伊藤選手もね。そしたら、もう新潮社も潰れてしまうんで、週刊文春も潰れてしまうんで、えー、こんなこと書くのは割に合わないということで、えー、なくなるというふうに思っております。期待しております。いってらっしゃい。うどうですか、うん <laughs>